はい、というわけで皆さんこんばんは、今日紹介させていただくのはですね、なんと、今までねファミリーマートセブンイレブンね、家系ラーメン食べてきましたけれども、ついにねローソンさんからも家系ラーメン出ているということで、なんとしかもね関東限定らしいのでね、ちょっと食べてみたいと思います。それがこちら、じゃじゃんということで、はい、こちらローソンさんから出てます家系ラーメン、税込みで530円になってます。でどうやらまあ関東限定らしいので、まあ、おそらく東京、千葉、埼玉の3店舗になるかと思います。でね、でも実際にレンジで、チンしてありますので、このまま食べられる状態になっております。で、海苔がねこういう感じでちょっとセロテープセパレートでね、なってます。はい、というかで見た目はチャーシュー、煮卵ですね、卵、あとほうれん草、まあスタンダードなね家系ラーメンになっております。でカロリーが、こちらか表記がないですかね、カロリーないな、あれカロリー書いてない、あった、612キロカロリー。はい、じゃあちょっとね、実際に開けて食べていきたいと思います。おお、いいですね、いいですね。割と麺は、あーでもファミリーマートとかに比べると麺細いかなという、ちょっと待って、あ、わかんない、あ、取ってあった、はい、あと事故、はい。で海苔ですね、海苔1枚ですね。やっちまった、これよくやりますね、これあるあるですよね、これグリって一緒にやっちゃうと、これちょっとセロテープが意外と邪魔で、これ以上破れない。セロテープ意外と、こわ、セロテープが意外と邪魔をしている。すみません、不器用なもので。はい、というわけで、のり、あ、2枚ですね、のりが。ちっちゃい。あ、いいんじゃないですか、見た目。見た目いいんじゃないですか、これ。あ、なんかスープが、あ、ちょっとどうだろう。なんかあんまりドロッと感はないかな。ではいただきます。あーでも卵ついてるからいいかもね。あ、でチャーシューがなんかこれ、あ、いや本当はねこうファミリーマート、セブンイレブン全部ね並べて食べればよかったんですけど、なかなか、あ、麺はファミリーマート、前食べたねファミリーマートさんの、あの、まあ、いろんな人が、まあ、めちゃうまいと言ってたものよりもちょっと細いかなという印象ですね。はい、じゃあちょっといただきたいと思います。あ、麺割と硬い、なんかあれ、もうちょい馴染ませてからいきましょう。これローソンさんですね。ローソンも前からあったのかな、ちょっとあんま食べたことなかったんで、というか近所にちょっとローソンが割とちょいと離れてるんでね、いただきます。うん、ああなるほど、うん、あーでもしっかり家系ですね。なんかねセブンイレブンの家系ラーメンに味近いかなっていう印象ですね。なんか割とこう食べやすいというか、すごくこう、まあ、すっきりとした家系ラーメン、まあ、苦手な方あんまりいないと思うんですけど、苦手な方でもちょっと食べられそうな、なんかこうファミリーマートさんのものに比べると割とこうもうちょっとこう広い、幅広い世代で、食べていただける感じがします。うん、あ、でも美味しい、美味しい、あ、海苔がね、あ、海苔が家系っぽい、うん、あ、美味しい、美味しい、うん、お肉どうですかね、ちゃんと味、こういう感じね、割とちょっと薄い感じなのかな、あ、油結構乗ってる、あ、うん、あ、なんか美味しい焼肉の味がする、あ、うまい、うーん、あ、やるな。で、ほうれん草ですね、ほうれん草連絡相談と、うん、ちゃんと味もしっかりしてますね。これでも卵がね、卵がやっぱ美味しいんですよね、見てこれ、あら、
割とこう外はねしっかり火が通ってて、中がちょっとこういう感じ半熟っぽくなってますね。あ、美味しい。うん、うまい。あ、やっぱねご飯食べたくなるんだよこれね。うん、うまいです、うまいですよ。というわけでいかがだったでしょうか。セブンイレブン、ファミリーマートに続きましてローソンさんからもね家系ラーメン出ているということで、関東限定でございます。関東限定、カロリー500、カロリー610キロカロリーで、値段が税込みで530円です。皆さんもねぜひ近所にローソンが ある方おりましたらぜひね家系ラーメン、ただ多分人気なのかな、なんかね見かけないんですよね毎回。はい、というわけで、ね、皆さんも見かけたらぜひ食べてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.